と思います。はい、じゃあ、本日はですねターゲットさんから新たに日本市場向けに特化して発売された、うん、彼らのですね、うん、これ彼らっていうのは何シリーズなの。はい、彼らシリーズっていうそのピクセルカットっていう、うん、あの彼らにしか使ってない、うん、はい、カットを使ったシリーズでですね、うん、その日本向けのバージョンがアズーリ、まあ、イタリア語で青色っていう意味みたいなんですけど、うん、そこの2種をですね、うん、あの KTM さんにインプレしていただこうと思います、うん、はい、まずあのパッケージはね、まあ、そんなに目新しい部分はないんですがまあこのね、ターゲット車が日本でバレルを売るためにいよいよ必死になってきたっていう感じの気持ちが必死と取られるこのデザイン。だってこれなんだっけ 47.4、はい、このまず、ボラーレってやつからいきましょうか。はい、このボラーレね 17g ね、47.4 でこういうカットってあんまやってこなかったから、こういうディティールってあんまやってこなかっただろうから、なんかもう本当にもう見た目だけでも本気になってきたんだなっていう感じがするね。でこのピクセルカットっていうやつさっき投げたんですけど、かかりがいいっていう言葉ってあるじゃないですか、はい、の意味をしっかり、区別をした方がいいバレルで、はい、あの例えば、ゼウスとかそういうのもかかりがいいって言うじゃない、はい、であのかかりがいいっていうのは、遅れ出した時に綺麗にちゃんと引っかかる、要は摩擦力がこうちょうどこう振るタイミングで上がってくれるっていうバレルなんだけど、これはもう皮膚から引っかかりますっていうバレルだからそれこそ何ていうのかな、乾燥しがちな女性とかもうほんとカッサカサでどうしようもないっていう人ってよく多いんですけど、はい、とかあとはその水商売やられてる方でその水仕事よく多いよね。あのダンスプレイヤーで本当に水仕事ばかりさーってやって手の油全部持ってかれちゃって全然バレル滑っちゃってどうしようもないとかっていう人とかはこのピクセルカットってものすごくいいんじゃないのかなって思うんですよね、うん、で、なんていうのかな、かといって昔こういうのよくあったんですよ。皮膚に引っかかりやすい場合、グリップのそのなんていうのかな、カットタイプっていうのがあって、それよりは違和感はない。違和感はないんですけれども、ちょっと、最初は戸惑うかもしれないね、うん、抜けねって思うかもしれない、逆に、うん、ただこれがまあカットが舐めてきた時にどれぐらいのこう耐久性があって、どれぐらいの何ていうのかな、維持っていうかちょうどいいこなれてくる時期っていうのが多分出てくるでしょうから、最初は逆に、うわって思ったとしてもちょっとしばらく投げてみたらカットがこなれてきていい感じになるのかなと想定できるバレル、はい、で形状的にこの、ボラーレっていうのは、まあ日本で流行りつつあるというかもう十分に流行っちゃったから、ダイヤモンドカットっていうか、はい、に、似せてきたというかもうほぼそれをまんまやっていますよという感じで、そこにそのこの彼らシリーズの強みであるそのピクセルカットっていうのを使ってきたという意味ではものすごく個性が高いのかなと、はい、で実際目で見たらこのピクセルカットの違和感にその何ていうのかな、投げ始めの違和感が取れればいいバレルだと思いますね、うん、まあいいバレル、うん、癖がないです、ね、うん、ただやっぱりその形状的に癖がないんだろうなと思って投げ始めたらピクセルカットっていうのが僕にとっては僕は抜いて投げるタイプなんで
ちょっと違和感があった、うん、あこれ抜けねえじゃんっていう感じがして、はい、その代わりにむちゃ飛ぶね、はい、うん、すげえ柔らかく、柔らかくっていうかもうほぼ力入れない状態で投げてもこんだけ飛ばれるってなんか結構珍しいし、うん、っていう意味ではいいかな、うん、正直コントロールの部分に関してはこのピクセルカットになれるかどうか、うん、だからまあねインプレでこれで1週間2週間投げなさいって言われたらまた違った印象っていうかもうコントロールもできるんだろうし細かい印象もできるし、まあ、今日投げた感じで言うと、形状はもうものすごくスタンダード今の日本のスタンダードに近いものそれで決してデザインも悪くないし、はい、問題的にはそのピクセルカットが慣れるかどうかカットの切り位置とかも非常にいいですし、製品的にも僕は、好きな形で 40mm に見えないよね、うんうん、ってことはすごいグラマラスにわざと作ってあるんでデザイン的には僕は嫌いじゃないです、はい、うん何ていうのかな間延びしてるというか 40mm でねなんかね嫌なバレルって間延びしちゃうので、うんうん、だけどすごいグラマラスな感じに一瞬こうデザインがなってるからこうパッと見た目だけでも投げやすそうかなって思うバレルだと思いますね。ただこのブルーサムライブルーこれがまあ好まれるかどうかの問題だと思う、はい、意外とね日本ってこれターゲット者の方ぜひ聞いておいてもらいたいんですが色を入れると安っぽく感じちゃうよ昔それが流行ったからああ、うん、で結構 DLC コーティングとかそのブラックコーティングゴールドコーティングっていうのはなんとなくは分かるんですけどこれ色入れなきゃよかったのにってちょっと僕は思った、はい、うん、なるほど、うん、ありがとうございます、はいはい